皆さんこんにちは、ケスタジオの加藤です。今日はディープパープルさんのスモークオンザウォーターのドラムレッスンをしたいと思います。こちらの曲ですね、実は1曲通して僕ドラム全部好きなんです。全部好きなんですよ本当にもう、ね、めちゃめちゃドラムかっこいいんですよね。なので本当だったら全部紹介したいぐらいなんですけど、まあ、それをやるとね、多分この動画の尺が1時間とか超えちゃうんで、で1時間やってもね、見るよなんて言ってくれる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、編集するとき死にます、ということで残念ですが、今日は一部分だけね、ちょっとご紹介したいと思うんですけれども、まあ、どこを紹介するかというと、サビの部分をね、重点的に紹介したいと思います。まあそもそもディープパープルのイアン・ペイスさん、ドラムのイアン・ペイスさんなんですけど、左利きというか、ドラムセットが左右逆になってて、ハイハットシンバルがこっちにあったりとかするので、まあ、僕が今日ご紹介する手順は、右左ね、この右左の手順なんかは、僕流というか、通常のこの右利き用のセットだったら、これでいいんじゃないかなという手順でね、紹介したいと思います。はい。で、あと、サビが、1番、2番、3番ってこう、全部ね、形が微妙に変わってたりするんですけれども、僕はライブでやるとき、いつもこの形でやっちゃってますよっていう形をね、まあ、ですから完全に僕流のね、叩き方ですね、そちらをね、ご紹介したいと思います。で、まずは、サビに入る前のフィルインからご紹介したいと思います。で、サビに入る前のね、まあ、一小節前のフィルインなんですけども、こんな形ですね。はい。で、これ最初の、部分なんですけども、4発ね、この動きが2回続きますけれども、これ16分4発ではなくて3連符を絡めた4発になってます。こういう形ですね。ここのリズムがね、しっかり取れるように皆さん頑張ってみてください。この普通の16分音符4発ではなくて3連符を絡めた連打っていうのをね、こう散りばめることによって流れるようなね、フィルインっていうのをイアン・ペイスさんが作り出したのかなと思いますので、ここのここね、しっかりリズムが取れるように頑張ってみてください。で、最後のタトンとトンも同じリズムです。ただし、足が絡んできてます、今度は。ここもね、またかっこいいんですけども、こういう形ですね。で、この時は足が突っ込まないように気をつけてください。もうずっと手だけで、タタタタタタタトントンまで手だけでやってますので、この、ちょっとね、暇じゃないけど、ちょっと、こう出番まだかまだかって足がなっちゃって先走っちゃう方が多いので、タトントントンなんですけど、タトントンってこう一緒になっちゃったりとかね、一緒気味になっちゃったりとかって方よく見かけますので、この足がね、突っ込みすぎないように気をつけてやってみてください。はい。で、いよいよサビなんですけども、サビはサビ1小節目の一番最後の16分のタイミングの足、ここがね、結構取りにくい難しいポイントかなと思いますので、皆さんね、気をつけてやってみてください。ドンタンドンタンドンタンで、こうやってドンタンをタムタムからね、ハイタムからスネアにつながって、ズンタンドンタンドンタンドンタン、こんな形になってます。間でシンコペーションするとこありますね、こうずっとこういうね、シンコペーションする場所っていうのがありまして、ここが難しいんですけど、ここはね、シンコペーション絶対しなきゃいけませんので、なんかアレンジしてカットしたりとかしちゃいけない箇所かなと思います。ここはこのしっかりシンコペーションクラッシュでいって、こういう形ですね。はい。で、その後まあ、最後にまたさっきと同じですね、3連符を絡めた4連打と来て、締めに足がとくる感じですね。で、曲続きにね、つながっていくって形になるんですけれども、まあこちらの曲ですね、まあこのサビなんですけど、歌や他の楽器とすごいリンクしてるんですよ。まあ一小節として同じビートをやってる場面がなくて、もうなんかこうリズム楽器じゃなくて、まるで歌うようなドラムになってるんですよね。ボーカ
ルとか他のギターとかと一緒になってドラムまで歌っちゃってるんですよ。なので一小節たりともこう同じ形やってないんですよね。ずっと同じねビートを刻んでるサビとかじゃなくて一緒になって歌っちゃってるんです。スモークオンザボードはまだコピーしたことないっていう方は一度ねディープパープルさんの音源よくドラム聴いてみてください。めちゃめちゃかっこいいです。こんなのどうやって作ったんだろうっていうぐらいもうスムーズなんですよね。全てのね流れが完璧、言い過ぎかもう本当にね流れが見事で何度聴いてもねかっこいいなと思うんですけれども、そういった意味でもねこれ一度コピーしておいてこう勉強しておいて損はない一曲じゃないかなと思いますので、皆さんねぜひ挑戦してみてください。で本当にね他にも A メロとか僕の大好きな場面っていっぱいあるので細かいフィルインでね大好きなところっていっぱいあるんですよ。なのでそういったところもねまた機会があったらご紹介したいと思い、はい。で他にも A メロですとか、まあ他にもね A メロのフィルインとかもう他にあとですね、あと他にも A メロのフィルイン、他にも A メロのフィルインとかもう僕が大好きなフィルインと他にも本当はいっぱいあるんですこの曲で、もうそういったところも皆さんぜひねドラムに耳を傾けてこちらの曲を聴いてみてはいかがかなと思いますので、ぜひ一度聴いてみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。